はい、ではね、ポップアップショップの方でね、購入してきたものをね、さらっと紹介していきたいと思うんですが、一つしか買ってなくて、こちらですね、ぼっちちゃんのアクスタです。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと暗かったんで明るくしました。かわいいですよね。お泊まり会モードですね。でね、これ台座がね、ピックなんですよね。他のキャラも同じ感じですね。かわいいですね、これね。これはね、すごいいいかなと思います。これメディコスエンターテインメント。これちょっと初めて聞いたメーカーですね。私がいつも買うアクスタとちょっと違ったメーカーさんですね。結構いい感じだと思います。で、こちらの、イベントというか、ポップアップショップは、まあ、SNS とかでね、知ってはいたんですよ。で、まあ、行きたいなと思ってたんですけど、まあ、資金的なもんとかいろいろあって、ちょっとね、スルーはしてたんですよ。特にね、詳細とかは見てなかったんですけど、用事があって、渋谷に行く機会がありまして、用事が済んで、そろそろ帰ろうかなと思った時に、あれって見つけて、あ、そういえばこんなポップアップやってるって言ってたなと思って。で、まあパネルとか展示しちゃったんでね、ちょっとそれだけ見ていこうかなと思ったんですけど、まあグッズもね、さらっと見たら、このアクスタね、残ってて、まあ他も結構残ってたんですよね、タペストリーとかもね。いい感じで残ってたんで、まあ本当にすごいごくわずかなスペースだったんですけど、展開してて、ちょっと迷った挙句、まあぼっちちゃんだけ買うかと思って、ちょっとね、このデザイン結構可愛いなと思って、事前に見ていた情報でもね、これのデザインいいなと思ってたんで、買っちゃいました。まあ多分限定なんでね、なかなか出てこないやつかなと思ったんで、ノーマルのね、普段のジャージ姿のやつは多分結構いっぱいもうすでに出てたりとか、今後も出てくると思ったんですけど、このスタイルは多分あんま出てこないなと思ったんで、ちょっと今回購入しました。で、まあ多分ね、これから自己通販とかもあるんじゃないかなと思ってます。ちょっといつまでちょっとそのイベントやってるかちょっと忘れちゃったんで、ちょっとテロップの方とかね、入れときますんで、気になった方は行ってみていただければなと思います。アクリルスタンドはね、全種ありました。はい、タペストリーとかもね、結構可愛かったんで、ぜひ気になった方はね、おすすめしたいなという感じ。はい、ということでね、本日はちょっと短い動画なんですけども、ぼっちザロックのね、ポップアップショップ、こちらのね、ご紹介をさせていただきました。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録を済めてない方は、ぜひチャンネル登録と高評価コメント、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー、バイバーイ、バイバーイ。